改めまして陸上女子 5000m 東京オリンピック代表に決まった田中希実選手です。よろしくお願いします。さあではまずオリンピックの代表選考会となりました先週金曜日の日本選手権を振り返っていきます。はい、ということで改めて映像で振り返ってみていかがですか。そうですね、本当に最後は、いつも以上に自分自身しんどいそうな表情をしてるなって思います。そうですね。でこのレースの前っていうのはどんな心境だったんですか。本当に不安の方が大きくて、楽しみっていうよりは今からっていう覚悟が出来上がってるか分からない状態でした。このレースの前も小林さんとのやり取りっていうのがあったんですか。そうですね、レース前もそうですけれども、レース前の調整もどうかなと思ったら連絡したりすると、やっぱり不安だったり苦しい、で調子もこれがどうなのか分からないっていう、そういう意味でさっきの言葉の不安っていう要素がすごく本人の中で大きかったので、第三者から見ると抜群のトレーニングできてるんですよ。でもやっぱり気持ちの面って一番大きいと思うので、スタート前までにその不安がね少しでも拭えたらなっていうのは感じてたので、同じようにそわそわしてて、でもすごく出し切れたレースには見えたので、どうだったかなと。はい、そうですね、この冬いつも調子が落ちるんですけど、からやっぱりもっと実力的にはもっと上のタイムは狙ってはいきたいんですけど、今持ってる力っていうのは 100% 出し切れたかなっていうふうに思います。なるほど。レースのプランとしてはどういう形でいこうと思ってたんですか。もう不安だった分、特にはこれって決めてはいなかったんですけど、廣中選手がすごく力を持っているので、もうラスト勝負になるまで絡むだろうっていうのはすごく思ってました。その勝負をかけたスパートというのも最後の、第3カーブですか、あの辺りだったと思うんですけども、はい、父がもう加速してる望みには誰もかなわないからっていうふうに言葉を練習の時からかけてくれてたので、からあの辺りから加速していったら大丈夫だっていうふうに聞かせて、あそこでスパートしました。なるほど。今シーズン小林さん全体的に見てると仕掛けが早いなっていうイメージあったんですけど、ラストの150ぐらいかなって思ったんですけれども、確信したのはいつぐらいですか。いけるかもって思ったのは、もうやっぱり一旦抜いた時はいけるかもって一瞬思いかけたんですけど、いつも最後の最後で私が抜かれてしまうレースが多いので、しかもゴールも周りが見えてなかったので、もしかしたら視界の外で抜かれてたかもしれないってぐらい意識が朦朧としてたので。そうだったんですね。じゃあもう本当にまさに死力を尽くしてのレースだったと、ということなんですね。でこのレースには左胸の上に喪章をつけて走られてましたけども、これはどういった思いだったんですか。そうですね、その夏に、ゴールデングランプリの前になるんですけど、私にとって、私の家族にとってすごく大事な存在である人が亡くなってしまって、本当に突然のことだったので、そういうこともあって、今シーズンずっとどうしても勝ちたいっていう思いが強くて、今回のレースも絶対に勝ちたいっていう思いがあったので、だから力を借りるじゃないですけど、見ていてほしいっていう思いでつけさせてもらいました。力もらえましたか。はい。そうなんですね。その直後にね、1500m 日本記録出して、そして今回ね、1500に続き5000も2冠ということですから、絶対天国からね背中を押してくれてるなっていうのはね、すごく感じますし、今回何よりね、一強って言われてたんじゃなくて、その廣中選手と二強争いって言われてたでしょ。このプレッシャーってね、半端ないと思うんですよ。やっぱ走る一人なので、自分と向き合う競技ですけれども、もう一人存在がいるっていうのはかなり大きかったと思いますし、20歳と21歳っていうほぼ同年代だったので、意識って実際ね、調整段階も含めて全体的にあったんかなっていうのは気になりましたね。はい、ずっと私は意識してしまってて、それでどんどん相手を大きくしてしまってる分、どんなに練習ができても納得できなくて、はい、
で、やっぱり今回のレース前には廣中選手の存在というのはかなり気になりながらの調整でもあったわけですか。はい、もうその中でも逆に廣中選手は、自分のことに集中した結果負けてしまったっていう言い方をしてたので、気持ちの面ではやっぱりまだ自分が負けてると思いました。そうなんですね。試合では勝って勝負に負けたっていうような感覚でしょうかね。はい、なんかゴール後にね、やった、いった、勝ったっていう言葉かなと思ったら、いや実はそうじゃなくって、いやもちろん優勝はしたけど、気持ちの面ではそのすごい感じた、やっぱり新谷選手も廣中選手もこの熱い思いをすごく間近で生でこう感じてっていうのがあったので、ああ嬉しいとかっていうよりもまた次に向けてね、強くなる要因がそこで得られたんかなって思いますね。今シーズンは 1500m と 3000m で日本新記録を出しましたけども、こうなりますと 5000m でもという思いがやっぱり周りからはあると思うんですけども、そのあたりはいかがですか。そうですね、夏ごろに新谷選手と廣中選手が14分台にひとまず先に入っているので、まずは私もまずそこの仲間入りをすることと、そこで日本記録とか見えてくるかなと思います。そうなんですね。 5000m に関して言うと、去年の世界選手権で田中選手が日本歴代2位の15分0秒01という記録を出したんですが、今シーズンその新谷選手、廣中選手が14分台を出して、日本記録に迫ろうかというタイム、今ご覧いただいてますけども、 5000m に出しているということで、まずここも上回りたいという気持ちもありますよね。はい、ちなみに私はどのあたりにいるんですかね。小林さんは日本歴代6位の15分5秒37 で、つい最近まで3番のところにいたんですけど、この2、3、4とこの3選手が一気に今陸上界を変えつつあるので、6番になったということですね。覚えておきます。はい、ね、オリンピックが決まりましたんで、今度は5000に関してはタイムっていうところも意識としてはありますか。そうですね、やっぱり5000メートルでもタイムを狙っていきたいんですけど、今回勝負のところでも弱さが出てしまったので、まず5000に向けてのその確固たる自信をまず作るところから始めていかないとなって思いました。そうなんですね。なんか節々に苦しかったって、レース後もあったり、レース前もこれだけ苦しい思いするんやったらもうここで決めてしまいたいっていう言葉があったりして、いや9月4日生まれやからじゃないですよ、はい、苦しいってね、のんちゃんがね9月4日生まれなんですけど、でも苦しいって一番どこ、何が苦しかったですか。この期間なのか、こういう気持ちな持ち方なのか、どういう意味で苦しかったですか。やっぱり代表がかかる試合に向けての期間が本当に長くて、それまでのその夏のどんどん記録が出ていた時期はもう一月があっという間だったんですけど、そこが終わって、前回1500の日本選手権が終わってからが本当に長くて、あの時いいイメージで勝って、そこから、ね、試合でも思うようなレースができなかったり、練習も積んでいくのはやっぱり苦しいですよね。はい、何より追われる立場ですからね。タイトルも持って、日本記録も作ってね。でそんな中で、他の選手っていうのは実業団であったり大学のチームに所属して、練習を積み重ねているという中で、田中選手はお父さんと二人三脚でという形なんですけども、そのあたりはどうでしょうかね。そうですね、やっぱり父とっていうことの方が、相談しやすい部分があるので、私の感覚っていうのを、父も自分のその選手時代の経験とかも活かしながら、感覚の共有っていうのがすごくできてるので、それがメリットかなっていうふうに思ってます。なるほど。レース後に一人でやってきたプライドと感謝の気持ちで走り切ることができたという、一人でやってきたっていうのはやっぱりプライドにつながってるんでしょうかね。そうですね、練習を完全に一人でやってるっていう、後藤も一緒にはいるんですけど、それぞれの練習メニューがあるので、だから後藤も私も本当に一人でスピード練習っていうきついものをこなしているので、だから実業団の選手には大概そのペースメーカーがつくんですけど、そこがやっぱり自分たちは違うっていうプライドがありました。
孤独ですよ、誰かチームメートとか引っ張ってくれる人、相手がランニングコーチとかいると、なんかね、気持ちがしんどくても、あ、頑張ってつこうって思うんですけど、ずっと一人でこうやってると、限界を突破できてるのかっていうのをね、自問自答する日々だと思うんですよ。でそれをこうお父さんと話ししながらになるんですかね、はい、練習メニューの組み立てっていうのは。そうですね、話しながらというか喧嘩しながらまあでも家族ですからね、うん、そういう本音の部分で話し合えるっていうところもあるかもしれませんね、うん、はい、で日本選手権2冠というのは23年ぶりということなんですけども、はい、じゃあ来年の日本選手権で 1500m のオリンピック代表になれるかどうかっていうところも注目していきたいんですけども、はい、これがまた小林さんハードルが高いんですよね。だって1500でオリンピック選手ゼロですからね、これまで。今まで日本人で1500で代表になった男女通じていないという中で、うん、はいはい、でオリンピックに出るための参加標準記録というのがありまして、それが、1500メートルに関しては4分4秒20ですから、これ日本記録田中選手が持ってますけども、それよりも速いタイムで走らなければ1500のオリンピックに出られないという中で、ここはどうでしょう、目標にしたいところだと思います。そうですね、まあ、やっぱり今回の5000メートルもそのずっと世界と戦いたいという気持ちを持って取り組んできた結果得られたもので、オリンピックに出るためだけではなかったので、そういうもっと強くなりたいという思いを持って1500に取り組んでいけば、まあそうですね、権利を得られるところまで結果的にいけたらなというふうには思っています。小林さん、田中さんの練習風景見ててどうでしょう、はい、1500m。 いや、いけると思いますよ。私はオリンピックに行きたいと思ってずっと練習してたんですけど、うん、それより違う次元でね、戦ってますから、勝負するっていうのが今回日本選手権本当に現れてますよ。勝っただけじゃなくて、この日本選手権の最高タイムですから過去、はい、っていうことも踏まえると、やっぱり見てるところがオリンピックではなくて、その上っていうのはね、すごく感じましたね、練習の段階から、うん、で田中選手が大事にされている言葉、一子相伝という言葉があるんですけども、ちょっと色紙を見せていただけますか。一つの志を走って伝えるという文字で一子相伝なんですけども、これどういった思いが込められているんですか。そうですね、なんか私の父が、私が高校生ぐらいの時に、うん、まあ、この言葉を大事にしたらいいっていうふうに言ってくれたんですけど、はい、まあ、走りで自分の志を伝えるっていう思いを持っていたら、自然と結果もついてくるし、まあ、タイムとか結果だけじゃない何かを伝えられる選手の方が強いかなっていうふうに思います。今回の5000に関してはどんな思いを伝えたくて走っていたんですか。そうですね、やっぱり、まあ、さっきの模匠の話もそうなんですけど、はい、まあ、いろんな人が見てくれているっていう中で、まあ、それぞれ人によって、まあ、私の出会った中でも、その時々、まあ、出会った時期もそれぞれバラバラで、私に対する感じ方もバラバラでっていう中で、だから、まあ、伝わるものは人によって違ったとは思うんですけど、でも本当にたくさんの人が感動したっていうメッセージをくださ、終わってからくださったので、まあ、何か伝えれたんじゃないかなっていうふうに思います。いや本当にね、まだまだいろいろお話を伺いたいんですが、お時間の方がやってまいりました。ではこれからトラックシーズン終わってオフに入りますけども、田中選手、今後の目標を教えてください。はい、やっぱり今シーズン自分のやりたいことをやろうと思って駆け抜けることができたので、まあ、来シーズンも走ることがもう楽しめたらそれでいいかなっていうふうに思ってます。なるほど、本当にね、もうこれからも楽しんで、苦しまずに楽しんでね、調整してほしいと思います。今日のゲスト、田中希実選手でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。